メイブンは NASA の火星探査計画及びその探査機の名称。探査機を火星に送り込み、名前の表す火星の大気とその宇宙への流出の進展について研究を行う。メイブン計画の主要計画者はコロラド大学ボルダー高宇宙大気物理研究室のブルース・ジャコスキーである。NASA のマーズスカート計画によって立ち上げられたもので、 同計画自体は2010年に中止されたが、フェニックスとメイブンの2機は終了前に開発が決定していたために継続が決められた。マーズスカート計画は予算を4億8500万 US ドル以内に収めることを目標にしている。2008年9月15日、NASA はメイブンをマーズスカート計画の一環として2013年のミッションに選択したと発表した。メイブンは 合計10機の提案のうちの1台であり、最終選考でもう1台のライバル機に勝って選択された。名分は以下の4つの事柄を主な科学的探査目標としている時間をかけて行われた火星大気から宇宙への流出による損失の役割の測定。上層大気、電離層と太陽風の相互作用の現在の状態の測定。 現在の中性ガスとイオンの宇宙への脱出とそれに影響する過程の比率の測定。火星大気中の安定度異体比の測定。メイブンの装置類は現在の火星のメタン形態のテストモデルのための追加的な科学コンテキストを提供する。打ち上げはアトラス V401 を利用し、2013年11月18日午後1時28分、アメリカ東部時間。 日本時間では、同19日午前3時28分、アメリカフロリダ州のケープカナベラル空軍基地41番車点から打ち上げられた。53分後にロケットから衛星は分離、打ち上げに成功した。約10ヶ月の飛行の後、2014年9月21日午後10時24分に火星軌道に到着した。メイブンの設計は以前の火星探査機である。 マーズリコネッサンスオービターやマーズオデッセイの宇宙機を元にしているロッキードマーチンスペースシステムズが製造とテストを行うメイブンでは上層大気の研究に加え上層大気と太陽活動の相互活用についても研究されるこのため火星の大気ガス上層大気太陽風電離層などの特徴を測定する装置を積むコロラド大学ボルダー校 カリフォルニア大学バークレー校、ゴダード宇宙飛行センターなどが機体に乗せる装置類を製造している。装置類は以下のようになっている。ありがとうございます。